コーヒーいっぱいのコーラ飲みたい。デートしたらどんな感じかやってください。彼氏目線やるんで。いちご飴、一番大好きないちご飴。食べる？あー無理。お前めっちゃ女の子。ご飯系の案件取ろうとしてるぞこれ。行ったことない俺。美味しい？うん。みかん飴。アーコもやりや、彼氏のやつ。あ、もうあかん、もうあかんわ。帰りたいねん。今来たばっか。彼氏目線どこ行ったんすか。無理や、帰ろう、じゃあ。暑い。もう帰、まだいっぱいありますよ、野菜。えぐい、熱中症なの。10代の時来て楽しいと思ってたけど、無理や、今の星。いや、もう彼氏と来てると思って。暑い結局帰るんかい。何やん今。さっき人生で初めてナンパされました。マジで？初めて？初めて。どんな人？おっちゃん。LINE 教えてくださいって言われたから。教えたん？教えて。嫌です。とかでちょっと屋台戻ろうか。
きましょうか。屋台ゾーン。めっちゃ混んでる。で、入りたい。アーコが好きそうなものがいっぱい。ありがとうございます。ありがとうございます。え？おごるとか言ってないし。え？何？何食べたい？唐揚げと。唐揚げと。唐揚げと。何？カステラと。全部やん。ありがとうございます。アリさんいらんのすか。いらんわ。ただいっぱいじゃん。これこれいただきます。食レポもろくにできんくせに食うなよ。おい、なんか唐揚げくんと頑張らんでええわ、祭りの唐揚げとか。大体わかるわ。うまい。センス持ってきたんすか。センス似合うっすね。誕生日に友達にもらって。センス持ち出すの 30代以上しか見たことないっす。そうやろ。若い子持ったよ。若い子持ったんすよ、センス。出ます。ということで、もうちょっと帰ろうか。帰ります。疲れた。楽しかったっすね。うん、あーちゃんがひたすら食っとっただけやけど。天のお祭りはこんな感じです。一ペチのババアおる。おっさいは誰がババアじゃん。こういうね、なんか若いやつが多かった。やっぱお祭りは若い子でないと体力もかんすね。うん、誰がババアやね、普段。私も若い子と来ます、今度。あ？あーこまだまだいける。まだまだいける。さすがや。あ、なんか明日やったらなんかみこし同士がぶつかったりとか、なんか結構本格的な感じらしい。まあ、アリは根拠と。まあ、多分この先ね、こういう天のお祭りとか、自分から好き好んで行くことはきっとないでしょうね。こんな暑いところ。ババアやから。でも、あれやね、何だっけ、青森県のねぶた祭り、うん、あれはほんまにめっちゃ良かったし、また行きたいと思う。座って酒飲めるからでしょ。そうですね。座れるところがあるところやったらいい。歩きっぱやん、ずっと。うん、結構しんどい。ということで、またね、地元レポートしていきたいと思います。終わり。はい、チャンネル登録。今日の動画楽しんでもらえましたか。はーい。言うでよ。チャンネル登録、高評価、コメント、コメントお願いします。ほんまとんこつ。あんま言わんで、ね。